全然メイクしてないけど、30分ちょっとだけしようかなと思って。おはよう。やっぱ暑いわ。全然メイクしてない。髪だけだけ一丁前に巻いて、あ、もう竜巻やけど。今日のカラコンはまた別。ツーショット当たったから会えるの楽しみにしてます。前も楽しみにしてるね。じゃあ、お、なんか変な音がする。あ、なくなった。お部屋あったかい、めっちゃ。まいちゃん、はい。なんか変な音するな。壁薄いね、ほんと壁薄いね。多分工事の音だ。ほら見て、まだね、腫れたところがずっとね、ほら二重なの。めっちゃ広いんだよ、幅が。激広案件。あ、おばさんありがとう。涙袋はもう健在って感じです。はあ、わあ、わあ、はい、住みたい。すますませーん、無理でーす。無理でーす。今度初めてお話し会行きます。よろしくお願いします。楽しみしてるー。住民票移したい。無理。無理です。マイがすませません。結婚して、へえ、やだ。ダメです、しません。結婚はしません。名字ください。名字無理です、無理です。高橋やから。高橋とかいろんなとこにいるよ、大丈夫だよ。関西のお仕事本当にたくさんさせていただいて、関西組ですごい幸せです。ありがとうございます。本当に嬉しい。たくさん後で告知させていただくんですけれど、そう、関西図そうだよ、関西3人、関西、地元関西でお仕事できるっていうのがすごい幸せですね。本当に幸せ。
そうね。こんにちは。おはようだね。休みの日は寝るかな。休みじゃないけど、休みの日はめっちゃ寝る。もう何もしない。もう出かけもしない。全然行きません。そう、なんか今日上の人が引っ越しなのかなってくらいコン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 音が鳴っています。すごい音が鳴ってる。外もだけど上もね、なんかコンコンコンっていう音がすごいよ。うるさいよ。ほら、屋上に入れる屋上入れる。私がソファーと椅子を重ねて重ねて天井にコンコンコンってやろうかな。コンコンコンってやろうかな。ほうき打つ気ない。それは一回やったことある。嘘だけど、さすがにできん。さすがにできんよ。そんな度胸ないもん私。へへ今日目だから、上だけにしよう。化粧してないから目のアイラインと涙袋しかしてない。そう、目が好き。メモって言え。メモって言え。メモっていいな。マジ笑い方のあやしたいんよね。笑い方マジでめっちゃいろんな人に言われる。お前笑い方気持ち悪いってめちゃ言われる。お母さんとかね。お母さんとか、お母さんとか、お母さんにめっちゃ笑い方が気持ち悪い言われるからさ。笑い方直したいんだけどね。そう、って感じ。
そう、いや悪いこと気持ち悪いかも。うるさいよ上の人。そう、笑い方上手にしよう。ちょっと静かになった。ごめんなさい、ごめんなさい。一曲それでは聴いてください。アドさんでうっせーわ。上の人吐いてる？大丈夫？おえーって音聞こえたけど今大丈夫かな。本当に今日うるさい。そう、あなたが思うよりうるさいです。うん、でもあれなんだよな、マンション前に工事っていうか、あの運ぶ人おったしさ、あのなんかあの引っ越し用の塩になっとったから、多分多分あれなよね、引っ越し用の塩にもなっとったから、多分あの引っ越ししとるんやろうねきっと。それにしてもうるさいけどね。引っ越ししてきたら挨拶しにくいんじゃない？今時挨拶なんかせんくない？引っ越ししても。せんくない？する？みんな挨拶引っ越ししたら。前せんかったけどね。お隣さんには？嘘、そうなんや。まあ一線勝ったけどね。隣ならする。嘘、隣した方がええんかな。じゃあするかな。やばい、私さ顔にめっちゃ出るんよ、なんか喋ってる時とか眉毛とかにめっちゃ出るから、なんか多分今うるさいって言ったのがこういう顔で多分分かっちゃったかも。女の子の一人暮らしはしないかな。あ、女の子危ないかも。 OK 了解。そうね、片方は分かっとる。ご近所さんはどんな人が住んどるか、壁薄いから聞こえてくるんよ。やけど片方が全然分からんくて読まれへん。アラームの音しか聞こえん。アラームのうん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 っていう音しか聞こえんから、そう、だからトントンされた方の人分からん。トントンされてない方の人は分かるけど。そう、夜イコノイジョイゲームをさ音量3でしとっただけでさ、コン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 ってノック4回されたからね。そう、
もしかしたらあれかな、それ嘘かもしれ、違うかもしれない、あの私の聞き間違いかもしれん可能性はある。聞き間違いかもしれん可能性あるってめっちゃいろんな人に言われるんやけど、聞き間違いかな。そう、子供がタイミングかぶったのかも。確かにゲーム中に音量3くらいでやっとって、まあ、スキルとか使ったらいけーとか言うやん、それが聞こえてきた、聞こえてきた。じゃあ私がやったらコンコンされたガチ気まずすぎるよ。クワカバドンです。嘘、気まずかったよ、マジで気まずかった。え、引っ越したいけど引っ越すのはちょっとさ早ない？っていう。モール信号。まあお互いうるさかったしょうがないっていう感覚でいるよ。そう、共存を選ぶのですね。せやね、共存やね。なんかうめんのとかも私好きやないから。そう、逆に隣にどこまで聞こえとるかとか気になるし、なんかドライヤーの音とかも聞こえとるんかなとか、なんかそのゲームの音で聞こえとるんやったら、あのお風呂入るのとか何時までがええんやろとかも考えてますし、ドライヤーはとりあえず10時までにしとるけど、10時までって結構きつくない？そうだから、乾かしかい、乾かさずに寝たらほんまにきついから、なんか音あんまならんドライヤー買おうかなとか思ってる。そうだよ、ちょっとでも帰宅が終われたら私は本当に冷たい頭のまま寝ることになってしまうから、本当に終わってる。困ってる。銭湯に行くのもあり、銭湯が遠いんだよ、銭湯が遠いんだよ。そうだから結構音あんまならんドライヤーみたいなやつを買って、夜もお風呂入れるようにしようかななんて思ってるけど、やっぱご近所付き合いは大事やと思うし、なんかそういうのあんまり揉めたくないから、いや、お風呂入らずに寝るんじゃない、お風呂入って乾かさずに寝るんですよ。もう超冷たい、タオルドライだけだから髪バサバサになる。でも全然したことないけどね、それは。ダイノの音はいいんじゃない、家族って感じ。そう相手も思ってくれたらいいけどね。なんか相手の片方の相手の方は片方の相手の方はすごいなんか多分理解がある人の方で、理解があるっていうか、なんか結構うるさい、うるさいというか、なんかお友達と一緒にいるのかなみたいな感じだから大丈夫なんだけどね。
片方の方が全く読めないから、皆さんはご近所付き合いとかどうやってやってるんですかね。すげえ面白い。アパート一人全く付き合ってない、隣が外国の方、隣が外国の方いいね、社交性生まれそう。ハロー、今日は何するんですか。ご飯食べに行きます。角部屋を狙います。いや狙いたかったんですけどね、ジャスト真ん中でしたよ。だからもうね、どっちのね様子も疑ってばっかりです。本当に怖いっちゃ。そう、真ん中あったかいから。そう、トパーズのカラコめっちゃかわいい、チュルンって感じ。一軒家に住みたいね。この年で一軒家に住めたらもう何も怖くないですよ。一軒家なんて住めないよ。一軒家なんて住めないよ。はい。一軒家なんて住めないよ。住めないですよ。トパーズの最近出たストロベリーなんかあのピンクのやつです。隣の人に駐車場で車ぶつけられて気まずくなりました。かわいそう、かわいそう。それはぶつけ返したらお互いになって一件落着してなんか大親友になれそうだけど、一軒家だと回覧板なんですか。だから気まずいに気まずいを合わせたら気まずくなくなるかもしらん。もしかしたらだってかけプラス違う、マイナスかけるマイナスはプラスじゃん。アニョフィズクマありがとう。クマ。ぶつけ返す発想はなかった。マジで思想の文面でおもろい。なんでマイナスとマイナスをかけてるか。車をぶつけられて気まずいっていうマイナスと、車をぶつけ返すっていうマイナスでプラスになる。アニャフィズペンライトありがとう。そう、だから私も今度コン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 ってきたら同じ回数山彦みたいにコンコンコンって返せばいいよ。山彦すればいいや。そういうことやね。トラブルはどうし、カン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 。子供する、怒鳴り込んでくる可能性が、そういう時は警察呼ぶよ。何ですかっていう意味のコン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 です。で壁でこうやっててうるさいですって言われて、あすいません、明日お仕事何時からですか。9時からです、考えてください、おやすみなさいっていう、そしたらね仲良くなれそう。
多分ブチギレ登場する。え、そんな厳しいかな。マイはご近所さんと仲良くなりたい。性別もわからん。片方の人の方は、片方はもうどういう人か大体想像つくやん、生活とかでな。いいけど片方の人はわからん。たこ焼き配ったら仲良くなれるよ。たこ焼き、たこ焼きはそのさ、私が3時にたこ焼き置いてみ、その人が11時とかに帰ってきたらまるで汚いやろ。和をいて高しとなす、高しとなす、騎士となすかも。なんでもおもろいけど。持ってたと年となす。持ってたと年となす。なんか最後がナスで終わるの面白いね。たかし、持ってたとたしとなすですよ。うえー、難しいよね、ご近所付き合いって。ほんまにむずいと思うもん。前もうなんかできひんなぁと思う。できればご近所さんのなんていうの、何時に寝るかとかの時間帯は知りたいわ。そしたら何時に寝るとかさ、何時に寝るから何時に寝るから何時以降はうるさくせんといてって言われたら、あ、分かった分かった、オッケーオッケーって言うけどさ、その隣に誰が住んでるかも分からんかったら何度も言われんくない。そう、隣の人をナスやと思ってる。そうそう、え、だから片方の人じゃない方の人の家が本当に住んでるか分からんくらいやね。そんくらい物とかせん。隣人から何時に寝ますかって言われたら答える。なんか言われたらちょっと怖いかも。そういうことなのか。確かに聞かれたら怖い質問を私はしようとしとったよね。いっちゃんカシャカシャしてんの。わいは隣歌いながらギター、もう片方はスマホの通知が聞こえるで住んでることが確定。私は片方は毎週1回はなんか呼び込んでる。で、片方はアラームの通知音とちょっと足音が聞こえることから住んでることが確定。いっちゃん、パタパタしてんの？かわいいね。食べちゃいたい。おもろい、片方は。退去したのかくった。
いいじゃないですか。なんか口の中に、なんかさ、キュートアグレッシブっていうのかな、なんか口の中にこう入っていっちゃっても許せちゃう、なんかくないですか、自分が飼っているペットとかって。アリスがさすがに口の中に入ってきたらびっくりしちゃうけどさ、大きさ的に無理やん。やけど小鳥とかっていけるやん。でもジュンジュンジュンって帰ってきたら、入ってきたら口閉めちゃいたい。あ、さすがにもぐもぐはせんけど。キーちゃん、私の子はいっちゃんです。いっちゃんいつ何歳もってくらい一緒に過ごしてますね。いっちゃんは卵の時から一緒なんでね、すごない？卵の時から一緒って。無精卵やと思ったら有精卵だったっていう驚き。まいちゃんおはよう。おはよう。そう、アリスも卵から生まれたのか。大丈夫？そう、だから片方の人の住んでる感じとかが分かればいいんやけど、あとどんだけ響いてるかとかが知りたいよな。やっぱりどんだけ響いてるかって大事やからさ。いっちゃん、何してんの？地面歩いてんの？あんた可愛いわね。食べちゃいたい。ビタルを壁で割ってみる。いっちゃん休みの日は何する？いや、いっちゃんは毎日休みやろ。あれだけだけで可愛いって言われたい人生。足音とかが可愛いよ。カサ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 ってな。いや、いや、かといって皆さんがカサ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 ってしたらそんな違うよ。まいちゃんペット飼ってたんや。そうですよ。いややろ、みんながだいぶ来る時とかにさ、カサ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 って歩いてたら、ほんまにシンプルに怖いやろ。お前絶対嫌やで。食べていい？かわいいね。かわいい。マジかわいいねんけど。ほんまにかわいい。でもな、簡単に登場させてあげられへんから。かわいそうに。でも、キーちゃんは全、あゆみんのキーちゃんは全身黄色いじゃないですか。舞のいっちゃんはね、緑と黄色なんです。体型的な積成以降って感じですよ。うん、黄色でキーちゃんなんや。そうなんかな。やったとしたらあゆみんと多分ネーミングセンス同じ感じやな。だって黄色でキーちゃんやろ。私1月1日でいっちゃんやもん。まいちゃんめっちゃ茶髪。茶か？黒っぽいけどな。光的にやと思うで。
でももともと茶髪やからな。いや。カシャカシャしてるの、歩いてるの、かわいいわね。まいちゃんの前髪のラインめっちゃ綺麗ね。ありがとうね。いっちゃんおしゃべりしないの？いっちゃんおしゃべりしないんですよ。去年にね、ちょっと亡くなっちゃったんやけど、去年に亡くなっちゃったひまちゃんって子がめちゃめちゃおしゃべりするのよ。ひまちゃんはお姉が担当しとってんけど、お姉ってお姉ちゃんね、お姉が担当しとってんけど、お姉があの担当やのに一番最初に喋れるようになった言葉がまいちゃん、まいちゃん、まいちゃん、まいちゃんって感じやの。だからめっちゃ面白い。まいちゃん、まいちゃん。マジでこんな感じで喋るんやって、鳥ってこんな感じなんよ。多分鳥飼っとる人はバリわかると思う。そう、鳥飼っとる人は絶対にわかる。そう、まいちゃん、まいちゃんって感じの喋り方しとる。下手くそって言った？ひまちゃん。まあね。ダメだよ、いち。まいちゃんって感じの喋り方するやつ。へ、いたた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 、スケートめっちゃ好きなよね。スケートバリ滑れるからさ、そう、みんな毎年スケート行くために頑張って準備しといて、滑れるようになっといてね。前が結構滑れるからさ、あの友達と滑りに行くんやけど、友達と滑りに行った時に、あのスピードスケート、スピードスケートって言って超速く滑るのよね。そう、スピードスケートとかやって超速く喋るちゃうわ、滑るんよ。やからあのなんていうの、ジャンプとかはできんけどめっちゃ早く滑っとる。そう、凍ってるリンクのやつ、いや、なんかね、あれは本物の氷なんか分からん。スケートギザギザついてたかな、分からん。なんかそんな気にしたことない。そう、でもガチのスケートよ、氷の上で滑っとったやつ。そう、ガチのスケート、インラインじゃない、ガチスケートです。楽しかったよ。そう、意外と得意なよねスケートが。なんかちっちゃい頃から、ちっちゃい頃っていうかまあ滑っとったからさ、中学とか。そう、最後にこれ滑ったのいつか、
最後に滑ったの昨日。最後に滑ったの昨日。最後に滑ったの昨日です。そう、楽しかった。ネタ的に滑ったとかじゃなくて、あ、待って、なんか、はいはいとか言っちゃった。私はちょっと滑るとかわかんないんでね、そう、ちょっとコメント読めないです、すいません。なんて返せばいいのかわかんなくて、ふん。面白い。ちょっとわざとらしすぎた。こんにちは。いや、多分私は滑り散らかしてないからスケートが上手いんですよ。だから滑り散らかしてるならスケートは下手くそです。ちょっと待って、もう人生滑りまくりだったら、スケートは滑れません。みんなに刺していく。ことは俺もスケート苦手かもな。うん、苦手かもね、みんな。みんなって聞いて、あ、苦手な人しかいない。じゃあ逆にスケート練習してスケート滑れるようになったら、あれかもよ、上手になるかもよ。ボケ滑らんくなるかもしれへん。なぜその関係がリンクしてるんだよ。うまい、うまいね、リンクリンク。そうだよ、だからみんな頑張れ、みんな頑張れ。そう、みんな頑張ってください。そうだよ、あれだよ、ちゃんとそこが大事。逆にスケート苦手かもって思うので、スケート練習したらそっちも上手くなるんだから。ちゃんとこの子分かってるだと天才なんだよね、私。スケートの神様のもうに結構ね認められてるんで、私はゼルダ得意ですけど。ゼルダってあれですよね、動物とかを弓矢で撃って料理をするゲーム、合ってる？私お姉ちゃんとやった時はゼルダはずっと動物を撃って料理をしてた。めっちゃ何でもできてすげえと思う。今年はドラムしてみたいんですよね。主人公の名前リンクだ。主人公はリンクじゃないの？え？なんでリンクなのにゼルダなの？名前がおかしいやろ。ヒロインがゼルダ。
ヒロインがゼルダ。ゼルダは女の子なの？ゼルダ姫なんだ。スーパーピーチ。あ、めっちゃわかりやすい例えにしてくれた。そうね、ピーチとマリオみたいな感じね。おもろいね。やったことないけど。マリオワールドはピーチワールド。いやいや、それは違うんだよ。それは違うんだよ。それは違います。まいちゃんってちゃんとボケに刺してくれるか。刺してってどういうこと？突っ込むってこと？気になったコメントしか拾ってないから。そう、ピンってなんか気になったら言っちゃうんだよね。それがもしも刺さってたらごめんね。でも面白いなと思って拾ってるから。おはよう。スケートはそうだよ、スケートみんな滑れるようになってもらわないと私困るから。そう、みんな滑れるようになってね、スケートちゃんとよろしくね。ゲームの達人？嘘、ゲーム全然してないよ。あれだけは持っとるよ。デートでスケートってあり？スケート？あり。でもだから私が滑れてしまうから、必然的にあの滑れる人じゃないと私は嫌だよ。私は嫌だよとか言って置いてくよ。だから友達でも一緒に行く時とかそうなの。あの滑れる友達と一緒に行く、私よりも滑れる友達と一緒にいて、で私より滑れる友達と言って、私が滑れなさそうな時に手握ってもらうんだよ。スケートガチ勢。あ、教えるないよ、教えたりとかしないから。あの甘やかさないです。自分で頑張ってください。さすがに焦げそうになった時にまいちゃんに助けてもらおう。手を差し伸べるなんて誰がいましたか。手を差し伸べるなんて誰がいましたか。君が手を引いてね。私がもし転んだら。ちょっと面白いね。これ面白い。転びそうになって掴んだ手のその先でありがとう。ちょっと面白いね。スケーター転ぶもんよ、すごい。
なんかね、いろんな人転んどったよ。なんかちっちゃい子とか尻餅ついて転んどったよ。可愛かったな。そう、ちっちゃい子尻餅ついて転んどった。それを見るのが楽しそう。どんなやつやと思われとる。うまい。そう、最初はあれやったね。転んだりとかしとったよ前も。そう、でも前受け身取るの、なんか多分それも才、これも才能やと思うんだけど、大きくても尻餅ついちゃう子だって言います。まあ確かにね。なんかあれ、前ちっちゃい頃から受け身取る姿勢だけなんか学んでないのに、なんか持っとって、それでって感じです。なんかどんどん座ってたら落ちていっちゃうな。そう、なんかちっちゃい、なんか受け身だけは取れます。私受け身取れます。自分受け身いけます。そう、そうなんですよ。受け身教えてもらおう。あ、だから教える気ないよ。私教えないよ別に。自分で頑張って、みんな。私は手を引いてもらいたいから、みんなちゃんと自分で練習して、で、マイと会いに来てね。そうだよ。そう、みんな前とスケートテートとか言ってるけど、前教える気ないから。前ちゃんに甘えたい人生だった。前は甘やかされたいからね。みんなに甘やかされたいから、前は甘える側だから絶対にあれだから。誰も甘やかしもしない。そう、誰も甘やかしもしません。来世頑張ります。頑張って。今世は諦めんだ。そうやって諦めちゃうんだ。そうやって諦めちゃうんだ。ヒスじゃないやろ絶対。おはよう。そう、なんかね、思うよ。ボートデートって何？ボートボートってなんだい。ボートレースのデートってこと？それでもボートに乗ってデートするってこと？なんかすごいついていきたいと思った。おもろい。スワンボートが何かわからんね。スワンボートが何かわからんね。私上野公園行ったことないね。白鳥の形してるこぐやつ。前はこぎたくないかな。ペダルをうおーってこぐよ俺が。じゃあよろしく。徹底的に甘える専門のまいちゃんさん。そうですね、18歳、甘える専門です。相手に漕いでもらって乗るだけは。うん、スケートはスパルタなんだな。スケートできるから、できる人だったじゃないとやりたくない。だからそれこそニア人メンバーとかもできる人と行きたい。なんかキャッキ
か言ってやってたら置いてく。ジョイのメンバーでも。そう。年上好き。いや、分からん。年齢って関係あるの？さすがに私がさ、今さ、赤ちゃんを好き、ガチに好きになったらさ、ちょっと世間的にはおおおって感じだけどさ、年齢って関係あるのかなって思う。知らんけど。スケートで甘えられたいから甘えられる領域に達しろ。そこまで言ってね、なんかプロになれって言ってるみたい。うるさいよ。やば、うるさい。手を引いて教えてあげてよ。10分だけね。アリスって赤ちゃんじゃないの？じゃあどうする？0歳の赤ちゃんがアイドルしとったらびっくりするやろ。キャッって言ったら置いてく。年齢は関係ないと思うけど、知らんけどね。そこを深掘りするとなんか、じゃあなんじゃらのってなりそうだから、めんどくさいから言わないけど。10分だけ、そう、10分でスケートは大丈夫だから。教える、私は絶対滑れるようになれる。予測20まで。そう、10分で見放される。いや10分だけでも、いや10分でもさ、だってさ、時間制限があるスケートの場所だったとするやん。じゃあ60分のうちの6分の1をさ、その教えるのに使っとるわけよ。それはびっくりするくない？やとしたら自主練してきてって思う。ストイックスケート、やっぱスケートはちょっとな、ダメだわ。一緒に楽しめる人としか行きたくないかも。デートなのに、あ、そっか、デートで考えとったな。そうか、デートで考えなかったのか。あ、うん。でもなんかキャーとか言ってる人とかを見ると、なんかそういう楽しみ方も一理あるんやろなって思ったけど、私は理解ができないから、なんかなんで有限なのに滑んないんだろうって思う。そう。キャーとかそういう楽しみ方もまああるんやろうなっては思うよ。前は絶対キャーってならないってことで OK。 いや私はそれこそ昨日友達と行った時は、あれちょっとあんま言えないけど、恥ずかしいけど、おーおー、やばいやばいやばいって書きそうになった時、やばい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 、ガチ危なかったんけど。可愛くないね。転ぶ人見るの楽しいんです。いや、転ぶ人は、あ、大丈夫って友達と言っとった。ちっちゃい子ね。そう。おー、やばいやばい、危な。危な、しょけたらあかんわ、とか言ってる。そう。しょけたらあかんわ、マジで、罰当たる、とか言って、喋っとったけどね。なんか、こうさ、ハの字、逆ハの字、逆のハの字、逆のハの字みたいな感じで、こうウィーンって滑っとってんよ、波を描くように。そしたら滑りそうになったから、ちょけたらあかんねっていう話をしとった。後ろには滑らん。なんか逆のハの字にしたら、なんかウェーブみたいなのが描けるんよ。それで、くしゃみじゃなくてしゃくり出た。なんかこのカラコン、ビー玉みたいで可愛い。そう、T
共通語で言うちょけたらあかん、あ違う、ふざけたらいけないってことよ。関西弁ではちょけるって言うけど、ちょけたらあかん。そうなんや、スキンの逆走と同じ向きない。そうなんかね、スピードスケートみたいな感じでビーンって走るのが好き。スキー、スノボ、スキお願いやから静かにしてくれ。スノボとかは怖くてできんね、ママと話しとったけど。そうなんかね、怖い、スノボもスキーも怖くてできひんけど、スケートだけはなんかできる、楽しい。そうビーンって滑るの好き。リンクの方が硬くない、いやでもなんかいいんですよ。坂が怖くて、そう楽しいよね。ね、止まらない怖さとかもそう怖い、足が固定されてるっていうのもあるかな。だって最悪スケートってこけそうになったらさ、なんていうの、止まれるやん。やけどその後は足が固定されてるから止まられへん。ここがちょっと違うかなとは思いますけどね。丁寧にスキーを教えてあげたい。私は丁寧にスケート教えへんけどね、10分よ。別に丁寧に教えてもらっても丁寧で教えかさへんからね、10分よ。割と身体能力ある方やと思うけど、球技はバリ苦手やね。サッカーとかもアシストとかしかできん。シュートは打てん。アシスト系やな。そう。で、テニスとかはできる。テニスは割と得意かな。卓球はね、普通くらい。でもできるよ。大会で撮ったしね、中学校の時。そう。バスケとかは、バスケもそれこそパスとかの方かな、回る系、パス系かな。尻尾取りは得意です。そう、でもなんか得意までは言われへんくらい、球技はあんまできん。そう、あと球技って何があるっけ。野球か、野球はできんよね。野球はできん、野球は難しいわ。ソフトボールとかも難しい、あんまできんかった記憶。あれやね、ボール投げとかめっちゃ苦手だから、それ以外身体能力テストとかめちゃくちゃ高いのに、それ以外がバリ、なんかボール投げのせいであんまり良くなかった記憶。バレエも得意。バレエは得意です。スマッシュとか打たれへんけど、舞ちゃんと公園で平和のキャッチボール、多分
言っていいか分からんけど、デスゲームになりそうだね。私、キャッチボールさ、ちゃんとしたところに打たれへんから。渡されへんから。多分顔とかに行っちゃって、なんかデスゲームになっちゃいそうだね。握力とかシャトルラン。シャトルランとかめっちゃ得意やっていいんやけど。そう。握力も結構弱かったけど。そう。スピンズさんのフォトカード、まいちゃん自引きできた。あ、よかった。ありがとうございます。スピンズさんの撮影の時にね、スピンズさんの方かなに、ニアジョイの中の推しですって撮影後に言っていただいて、すごい嬉しかったです。一番好きですって言っていただいて、お、ありがとうございますとか言って、そう、ありがとうございますって言ってた。気が合うな、やばい。一番なんですか？二人いるけど。嬉しすぎてみんなに自慢した。僕の恋人が可愛すぎるって。ありがとうございます。ハニショ。金谷丼めっちゃ美味しかったよ。あんな美味しい海鮮結構久々食べた。美味しかったよ。ちょっと待って聞いて泣いて、慌てる僕笑う君、風に。車ないとそう行きづらいよね、思う。とりあえず45分になったら終わるね、一旦。で、いろいろまた準備してもう一回できたらするね。で、ちょっと曲練習して1曲くらい歌おうかなとは思ってる。イヤホンせっかく買ったし、最近配信できてなかったから。割とすぐ、いや、わからん。ほんまにありがとう。どういたしまして。いっぱい配信します。ちょっと待って聞いて泣いて、慌てる僕笑う君、なリアクションでごまかす。12、はい。まいちゃんの配信で救われる命も来ます。命ちゃうわ、人もいます。はい、挙手制です。慌てる僕の役になる？慌てる僕選手権するか。慌てる私でもいいよ。女の子でもいいよ。
慌てるの得意、救われる命です。言ってよ。待って、名前がそんなことないよやからさ、慌てる救われる命です、そんなことないよに、だからもうちょちょ待ってよまいちゃん、待ちません。最悪最悪まいちゃん慌てたら待ってくれなさそう。私が頼りないから頼りない人とは仲良くできないです。か、私と仲いい人はみんな頼りがいがあります。ニアジュのメンバーもそうです、みんな頼れる。マイってマイって先にエレベーターで降りちゃいそう。乗ってくるのを待たずに閉めてっていうこと？そりゃ性格悪いやろ。自分頼られるの得意ですって。何ください、メアドください。頼られる人を目指します。前もアリスがさ、今年は頼られる人になりたいって言ってたってことは、つまりそういうことっていうことでいい？私のためかな。やば、絶対私のためだ。アリス素直に言えばいいのにな。やば、指針すぎるやろ。指針はダメって言われてるのに、アリスダメだろう。アリスっていいよな。あ、これアウトね。これアウトね。これアウトだから、これアウトです。法廷で会いましょう。まいちゃんって一番いいですからね。パチ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 、いいですね、響きがとてもいい。弁護士軍団作ろう。弁護士軍団作ります。静粛に。アイスかわいい。法科大学院みんな頑張って。集団訴訟、怖い言葉がいっぱい出てきたよ。雇う金持ってそうって、そんなお金はもうないですよ。みんなお金ないって言ってるメンバーが。みんな言ってんの？そうなんだ。いやでもメンバーはあれだよ、あのみんなあのファンの人にあのなんていうの、可愛いって思ってもらいたくてそういうので使ってるとか、あと食費。私の場合本当に食費が多い。私はメンバーとご飯とか友達とかご飯とか行ってる時間が、自分のお家一人でご飯ちょっとこう贅沢なもので食べるとかで、なんて言うんだろう、結構幸せになってるかね。そうだからかも。そうかな。
でもどうにか私は本当に食費をどこまで減らすかが私の生き方は本当に大事だなと思うから、だからそれかな。自炊自炊。うるさいよー。うるさいよー。はい、かわいそう。ごめんね。はいとか言っちゃう人を見た、ごめんねって言っちゃう。うるさいよって言った時にチェッとか言う人やったらなやねんってなるけどなやねんやってごめんなさいって言う人だったらごめんね、こちらこそごめんねって。実家で週2、3料理番担、料理当番です。料理人として雇っていただけますか。何が作れるかによるよね。まあ、一生生牡蠣食べて生きていきたいんだよね。ごめんちゃいはなんかちょろいわ。料理ちゃうやろ。なんか生牡蠣って美味しくないですか。私生牡蠣本当に大好きで、生牡蠣磨きます、自分やれます。ほんまに自分やれんの。こんな感じです。チアは本当にチアの怒り方って本当にこんな感じで、やれんの自分って言われて、やれますって言って、その声が小さいやん、マジでやれんの、やれへんのやろ、やれへんのやとやめえや、やれます、ほんまにやれます、お願いします、もう一回お願いしますみたいな空気だから。そう、そう、ダンス部と同じですね。そうなんだ、そう。やれんのみんな。そう、めっちゃ体育会系だったもん前ね。だから5年間本当にやばかった。やれんのあんたって言われて、やれます、やめます、やめます、やばい。なんかさ、行きそうじゃない、ちょっとさ、やれんの自分、ほんまにやれんの、やめます。いけそう、いけそう、いけそう。後輩には絶対言わない、私は。私は後輩にそういう担当じゃなかったから。まあそういうの言う子もいないといけないけど、1学年に1人はね。私は後輩のメンケア担当でした。後輩大好きだったからね。メンケア担当です、私は。後輩な、大丈夫やって、ってそんなこともある、いけるいける、大丈夫大丈夫。なんかね、メンケアが好きだったのその時、できてたか分からへんけど、けど大丈夫大丈夫、いけるって。そうなんな、覚えてない、みんな1ヶ月もしたらみんな覚えてないから、大丈夫大丈夫。後輩人気1位、それはないな、それはないなとか言って、面会をすると必然的に舐められるからね。まいちゃんに面会されたい人生、しないよ、後輩限定だから。すでにまいちゃんに救われてます。これで高橋卿ができていくんだよ。すごい、そばかパスタで悩んでます。パスタは何分茹でますかって書いてあるが、パスタの方は絶対食べたいやろ、パスタにしなよ。教祖様、組織論のプロ、後輩にさせてください。やだ、まいちゃんの後輩になる人生どこ、ない。ない。ではペペロンチーノ食べます。
オタクが先輩なのもやだろ。確かにファンの方が先輩なのあれだわ。なんかちょっと怖いかも。高橋さんはこっちのタカなんですね。覚えなきゃ。ありがとう。第4のグループができた。でももうイコールないよ。もうイコールないよ。みんなで話してたけど合同とかしかないから。ラブミージョイ合同とか合同イエイみたいな、合同ヘイ、合同合同ユー、合同ユーやばいだってさ、それこそなニアジョイはさ、ニアリーイコールジョイじゃん。合同ユーやったら合ユーって呼ばれるのかな。合ユー最悪じゃないですか。合ユーっていやだろ、嫌じゃん。嫌やセイムなんだ。え、セイムっていうの。あ、そっか、同じやもんな。え、あるじゃん。あ、イコール系がないだけか。声優、え、めっちゃいいやん。声優になっちゃうけど。ちょっと面白いね。声優めっちゃいいんですよ。あー面白い。え、ってことはセイムもあるってことはあるくない？あるんじゃない？あるんじゃない？あるのかな。確かにイコールつかないね。イコールつかないからさ、あれだよ、ないよ。もしも私たちニアジョイがイコラバさんのゆみさんの最後の姉妹グループだったとさ、私は本当に幸運に恵まれすぎてると思う。すごくない？すごくないっていうか、もうありがたすぎないか。やったー、嬉しいなー。大なりイコールと小なりイコールがある。ほらコンコンしてくんの。郵便番号おる。確かに。ゆうちょでゴールして爪ってこと。ちょっと面白いわ。くしゃみした。今コンコンってつ聞こえた？ベイシュー、本気で金なくておもろ。私も食費に使わないようにしなきゃ。見てこれスカジャン買った。スカジャンちゃうわ、かわいじゃん。買った、みんながかわいいって言いそうだから。でもちゃんと食べてほしい。いや食べすぎてて、そう皮だけにね。なんかお迎え、皮だけにねってどういうこと？ごめんなさい可愛い。ああ、私の記憶力がないからだ。やっぱ12時までにするね。で12時半くらいから再開できるように頑張るね、メイク。
急に終わるやんって。いや、あの皆さんには私を推すのがね、あのおたかつ最後の推しにしてほしいけどね、何でもかんでも最後になりたがりますからね、人は。だから私もね、おたかつ最後のね推し面は私でいたいと思います。鍵閉めとかね、みんななりしたいっていう人多いじゃん。ほんまにうるさい、うるさいってワンコ。犬よ、うるさいよ。ワンコです、すいません、静かにします。マイです、よろしく。本当にうるさい。はあ、おめめ配信ですよ、もちろん。そうです。これなんか今やから話せる話なんですけど、東京に転校してきた時に、あの新しい学校で勉強してた時に、なんかレテンの授業をやりましょうっていう、なんか送り仮名のレテンの授業、そうやりましょうっていうのになって、なんかそれでやっててんけど、なんか古文の、そう漢文のやつなんだけど、それでやっとった時に、なんか古文の授業の時に、なんか聞こえた、ほら上から聞こえんの。それでそれでね、なんかあるのよ、なんかやった時にみんなの回答とかがちょっと回してきた時見えるやん。もう罰しかないの、古文なのに、レテンなのにっていうのが本当に、あの高3の時に驚いた。レテンは絶対できるだろうと思って、そうびっくりしちゃった。授業内テストみたいなやつ、レテンできないの。まいちゃんは全部できましたよ、もちろん全部できたけど、じゃないと言わないよ。そう、1、2とか上下とかもあったんやけど、コーツとかもあってんけど、あのなんでなんですかね。あれ、ただ登ればええ話やし、順番に読めばええ話やし、ちっちゃい子のパズルゲームと同じだと思うしね。なんでなんだろう。コーツやりましたよ。そう、へえ。数学は苦手だけどね、私数学超苦手だって。数学あれやもん、夏の補習常連ちゃん。なんか夏の補習ってさ、どん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 同じ仕事しかおらんくなってくるんよ。それさ、友達やと思えてくるよね。友達やけどね、なんか同志やと思う。そういつ面やなと思うから、あのなんか仲良くなっていつ面でどんどん、新しい人とか来たら、お珍しいやんとか言うけど、いや、あんたらがずっとおるだけやって多分思ってるやろけど、その子は。あ、待って、 y イコール x プラス b、 やっぱり懐かしい。そう、お新入りとかなるんだけど、なんか、いや、あんたらが元からおっただけやみたいな。そう、ただの底辺の絡みですね。
偏差値が似てるから会話も弾みそうって、うん、バカにしてるんですか。バカにしてるんですか。送りますよ。これめっちゃチクチク言葉やって、うるさいよみんな。うるさいよみんな。もこもこ言葉、何やっけ、チクチク言葉と何言葉やっけ、キラキラ言葉、プリチーな発言ね、プリチーなツイートをね心がけていかないといけないと思うんですよ。ここではコメントだけど、そう、実際のところニアジェンの学力、ニアジェンの学力か、ニアジェンの学力か、低いだろう絶対、リーダーとか低いだろう。そうね。ジュリーは中間、コナは上でしょ、アユミンは絶対に低いと思う、漢字が読めないから。でレノンは下から数えた方が早いけど一番下はないと思う。で大石だ、美月はまあ上の方じゃない、で愛ちゃんは絶対下の方。私は分からん、真ん中よりは上じゃない、でリコちゃんはまあ、真ん中のちょっと下、ゆかちゃん真ん中のちょっと上とか上らへんで、ももかはなんかの文化に 分野に特化してそう、そうで、でもまあどっちなんだろうね、アリスは絶対に下から数えた方が早い。葵がめちゃくちゃ頭いいから、葵とコナーのデッドヒートじゃないですか。そうでもアリスは本当にね、そう、私は1着コナー2着葵、いや1着葵2着コナー3着美月かなと思ってる。アリスはあの開業でわかるでしょ。アリスは開業でわかるでしょ、超かわいいから、もう超かわいいようだから、アリス本当に大好き、もうみんなで話してたの、アリスの開業大好きだねっていう話、もう本当にかわいいの、そうみんなもいじってる、マネージャーさんもいじってる、開業本当にみんなで好きだねって話してる、あれは本当に可愛い。アリスも開業難しいからねって言ってた、可愛いよね、そうでもできなくていいんだよ、アリスはさその分さ可愛さに特化してるじゃん、もう並大抵の可愛さじゃないじゃん、あの子って言っちゃダメだけど本当に並大抵の可愛さじゃないのよ、アリスってもう普通じゃないの、なんて言うんだろう、世間の可愛いが100だとしたらアリスの可愛いは多分1億100億計いっちゃうくらいの可愛さだから、可愛さに特化してるからどうでもいいんです、その他は。でもあの可愛さで何回も言うけどさ、あの可愛さで性格がいいっておもろいよね本当に。少し性格がとかだったらさ分かるじゃん、でも本当にさ性格もいいし可愛いしえって感じ、そうあれで頭も良くて動けて、あの動けたらもうあの体育とかできたらさダメじゃん、そう。でもアリスはねもう鬼に金棒になってきてる最近、怖い、歌えるし踊れるから怖い、あの人かわいいしね。
しかも私的にはアリスは性格がいい、本当に性格が良すぎる。ニャジュイメンバーみんな性格めちゃくちゃでも許せるよ。いや絶対にいない。性格めちゃくちゃなメンバーがいたら今ごとグループ崩壊してると思います。うん、鬼に金棒、アリスにハニーシナモンさん。うん、本当にそうだと思う。本当に可愛かった。可愛いな。延長入りません。ちょっとだらだら終わらなければと思いながらだらだらしてます。そうね、そう、いや、ニャージュイで人柄センターがあったら絶対アイちゃんだと思う。いや、みんなめちゃくちゃいいけどね、人柄みんなすごい素敵だけど、私はアイちゃんかなと思います。あれほど女神な人は多分本当にいないよ。二人もそうだそうだと言ってます。だよね、一アイちゃんだよね。あれアイちゃんだよね。マイちゃんか。アイちゃん、マイちゃん、ジュリー、アユミン、コノア、レノン、みっちゃん、アオさん、あたし、おじゃ、リコちゃん、ゆかちゃん、ももか、アリス、あ、いないあ、ねいち、いっちゃん発言に気をつけてるタイプだね。今度ね、お家にね、前のね、あのニャージュイメンバーが遊びに来た時にね、私なんで選んでくれなかったのって言われないように発言気をつけてるのもね、えらいやりで、できる子だ。オッケーオッケー。あ、今返事した、そうだよって。愛ちゃんじゃないの、やっぱり気をつけてるわ。ほらキューンって言ってる。めっちゃ頭いいね、すごい。ちょっと15分10分まで喋ろう。やっぱり箱推しなのあなた。違うんだ。でも発言に気をつけてるんだよね多分。そうだよね、ごめんね、話しすぎたね、うるむしだね。ちょっとうるさかったみたい。普段はこんな話しかけへんのにってこと。そっか。ねいっちゃん、寝てるふりしてるだけでしょ。あんたさ、誰が一番好きなの？喋りすぎだね。
ごめんごめん。ほら反応したこの人。喋りすぎだね、ごめんね。ピュピュじゃねえよ、ピュじゃねえよ。ほらボソボソ言ってる、ボソボソ言ってますね。位置が、はあ、いっちゃんって本当に小鳥なのかなっていうくらい私の扱い方がうまいですね。食べちゃいたいですよ。どうやって食べてやろうか。まあそれは嘘ですけど。いっちゃんモーメントに登場しましょうか。生で行こう、やめてくださいよ。焼き鳥とかネギ屋さんとか、やだやだ、食べられるよ。いちやだね。私と話すのが嫌なのかな、悲しくなっちゃった。じゃあ30分後にまたやるね。あんたが言い出したよ。すいません。はい。じゃあそろそろ壇上読みます。さらっと読むね。13位ゆうちゃん、12位みわちゃん、11位じゅんちさん、10位はやと、19位へこまさま、8位せな、7位ちはてん、6位かんた、5位はゆち、4位とも、3位まあ。高橋舞ちゃん好き、舞ちゃんしか、そりゃそうですよ、当たり前ですよ。まあありがとう、いつもモーメントも。2位ひらねこ、舞ちゃん好き、本当ですか、もうダメですよ、わきしゃ、ありがとう。1位にゃんフィーズ、おはようおはよう、こんにちはだけどね、もう時間的に。でもあの休日もね楽しみましょうね、ありがとうね、いつもありがとう。はい、皆さんありがとうございました。いっちゃんに後であのめん、お、返事した。都合のいい時だけ返事するんだね、それって私のことどうとでも思ってないんだね。怖いビュー。ああ、イチが返事してた。じゃあまたね、バイバーイ。